が、うん、まあそのカムカムって言うから、うん、まあ配信のネタにも、うん、まあ出るし、うんうん、まあ最後10万、そう本当に当たったから、ね、当たるわ。すごいよ。うん、すごいよこれ。誠司さん、直感で大事ですね。そう、直感です。直感。いや直感でも。ワイドと副賞2連続で当てるのはちょっとやばいって。神がかってる。直感で。神がかってるよ。当たんないから。当たんないでしょ。絶対当たらない。当たんない、ね。ワイドと副賞連続ね、最終レース2回連続当たんないから。一番人気じゃないからね、しかも。そう、一番人気じゃないから。そう。神がなんて人気薄だから。お金買えないでしょ。買えない。絶対買えない、あれは。要は、上がり最速は、まあ、変えるけど、岡田って時点で躊躇しちゃうやつ。上がりって何なの？最速。上がりっていうのは、要はその、残り600メートルで走ってんじゃん。残り600メートル。残り600メートルの最速のタイム。残り最速のタイム。そう、だから最後の直線で。直線番長ってことね。そう、直線番長、そう。直線番長。あ、その何？レースの中で。そう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 。残り、一番速かった。そう、速かった。上がりが、その、なんていうの、わかんないけど、見てないけど、そうなんだっけ、だってカムカムだ。カムカム。カムカムが、うん、その、前走とか、前々走とか、うん、結構その、残りね、600メートルで、速いタイムを出してた。うん、あ、そういうことなの？上がり最速。直線番長、そう。上がり最速。直線で、うん、いい足を使ってる、うん、直線で。だからそれ、カムカムが変える要素。オッズがない。対象って23.7倍だって。でしょ？それ変えるかって話。変えないよ。変えないだろ？うん。いくら上がり最速でも、うん、岡田とか変えない。変えないだろ。ルメールだったら変える？ルメールだったら買えるけど、人気になっちゃうから、そこで買えなくなった。そうだね。だから岡田だから、人気がなくなったね。人気がないから、そう、上がり最速で上がってるっていう時点で、ちょっと妙味はあるかな。だけどそこに10万とか勝負できないよね。できないでしょ。普通の人間だったら、副賞に。だから普通の人間は勝てないんだよ。そうだね。競馬とかギャンブルって。俺普通じゃないから。いや、まあね。買い目がね。いや、本当は売れ、いや、マジでありがとうね。そうでしょ。だって今日だって俺15万負けだと思ったの。うん。それが、まあプラス7万とか6万ぐらいになったのかな。うん、5万買ってくれたの、カズオさん。おめでとう。え？おめでとう。カズオさん、うん、5万、本当？うん。おめでとうね。うん。でもこの人、カズオさんね、さっきから、誠司が、なんか今日飛ばしてた。職質受けてた。うん。職質で、なんか逮捕されるとかちょっと言ったけど。ハトだよね。うん。え、何があったの？いや、なんかね。職質されたの？まあまあ、もう、関わんないでってことだよね。まあ、元カノのね。あの子？あの子ね。愛ちゃん。ああ、その名前出さないでも。関わらないってことだから。え、なんで？仲いいんじゃないの？仲悪くなったね。え？なんで？わかんない。なんか嫉妬じゃない？奈々ちゃんと絡んだりしてるから。あ、ドラスナ4ちゃんがいてよかった、ね。危ねえ！危ねえ！ドラスナ4ちゃん。危ねえ！あそこで。危ねえ！マジで危ない。危ねえ！ほんとだ。マジか。ドラスナ4ちゃんが、わかんないけど。ほんとかどうかわかんない。ドラスナ4ちゃんだった。危ない。3連続もらった？ほんとですか？あ、でもあんたすごい好き。ありがとうございます。うん、危な。ドラセナ4ちゃんだ。もう買わなくてよかった。買いそうだったね。うん。ちょ、俺もワンチャン、セイジさんの反対。あ、32万見てて。見せないのって言ってるよ。買い目。あ、じゃあ俺見せますか。うん、見せて。じゃあ、ほんと、じゃあ買ってるか。エアバケンって言われて。いや、俺、いや、買ってなかったらもう、やばいんだけど。やばいね。買ってるよね。ほら、で、副賞ほら、うん。それで、それで見せて。うん。ちょっと待って、じゃあこれ見せます、ね。うん。確かに、うん、投票率。あんた、腰ついてる。おー、じゃあ、見てよ、これ。7万プラス、俺、今日。見せてあげて。せいじさん、ありがとう、マジで。見せてあげて。マジで、これ、すごい。これ。見せてあげて。ねえ。これ、ほんと、これ、買ってるよ、ちゃんと。22万っすかね、これ。副賞。ありがとうございます。せいじさん、ありがとうございます、ほんとも。せいじさんのおかげです、もう、ほんと。いや、俺今日25万使って32万払いましたが、7万プラスで。誠司さんも20万以上プラスになってるからね、今日。ワイドも当たってるから。ありがとうございます、本当も。もう本当ありがとうございます、今日来て。もう今日15万負けたと思ったら、もう本当にもう。あ、数字が被って見えないって、ちょっとタイマーと、タイマー。あ、じゃあ上にしようか。あ、じゃあ、これ。誠司見せたじゃん、さっき。誠司さんも同じだから。同じだよ。そう、同じだから。32万だよ。これ。10万。うん。勝てました？いや、これ、あれ、もう7万プラスで今日終われたわ、マジで、誠司さんのおかげで。カムカム。いや、マジで。いや、笑っちゃうけど、マジすごいよ。笑うしかないよね。いや、笑うしかないよ、カムカム、これ、マジで。3倍とか。俺もこれ。
本当だ、あ、同じじゃん。同じ、同じ、同じ。阪神、12、3番。そう、22万。10万。で、これはワイドも当たってますからね、10万。ワイドね。ワイドも当たってる。そう。50ね、ワイドね。それ何倍ついたんですか、50のワイド。3倍ついたの。いや、マジすごいと思いましたよね、ワイド。2連チャンだね。2連チャンで。だから2連チャンで、40万ぐらい。ワイドも同じ、3.2 倍だね。だから25、5、6。ワイドも32万になってる。ワイド32万。うん。今回。あ、見て見て。ワイドも32万。あ、ほんとだ。1点勝負。同じじゃん。5番、10番。ゴット。うん。で20万使って64万払いました。44万ってことですね。うん、で、15万俺のね、乗って、うん、で、分けたから、29万プラスってこと。やばいですね。29万プラスは。いや、誠治様、様々ですよ。俺だってもう、ワイドも乗ればよかった。うん、ワイド乗ったらって俺だと OR プラスだったら、ワイドもね、誠治さんに乗ったら。乗ればよかったね。いや、乗ればよかったね。いや、もう信じられなかったな。そうでしょ。で、最後にカムカムで、ね、信じて乗ったら、ほんと当たって、もうプラスになって。一点買いすごすぎでしょ。で、一点買いですからね。縮小もワイド、ワイド一点ですから、ね。ロスない、ロスない。やばいよね。ワイド一点買いで、何のロスもない。10万とかいきないから、普通。うん、俺は無理だよ。普通、普通無理。いろんな馬買うでしょ。買うよ。俺だから、うん、15万買ったけど、でも振り分けてたじゃん。うん、単勝と、うん、ワイドと3連複って15万。うん、一点買いですか、一点買いです。あんな、だって、何も分かんない間に、うん、で、もう、5万、10万みたいな。うん、いやー、すごいっすね。やばいっすよ。ありがとうございます。誠治さん、ほんと。うん。いやもう、最終号誠治さんに乗んないとね。そうだよ。ほんと。最終の誠治でいい？いいよ。俺の、さすがに俺、2回連続当たったことないから、最終。うん、やるよ、俺も。最初当てて調子乗ってもう一回やることあるけど、うん、2回連続だったことないわ、確かに。さすがに2回連続は、神回さすがにやばいよ、うん。2回連続で馬券が的中するってのは。麻雀もさ、なんでその牌切るのって怒られるんだよ。怒られるよ。うん、俺、後ろでちょっと見てて、さすがにないわ、誠治さん。ないでしょ、そうそう。上がれるでしょ。だけど、引いてくるから、別に当たってもしょうがないなとか思っちゃうんだよ。もう、こうやって、牌を引いて、めっちゃいいとこ引いてくるんだよね、いつも。誠治さん、見てて。やばいわ、これ。やばいよ。ついてるわ。ほんと。簡単だな、30万稼ぐの。いやいや、簡単で。いや、でもすごいけど。うん。でも、それが続くかわかんない、ね。まあね、まあね。来週からね。毎、うん、週からね。いや、でも今日はすごいわ。すごいね。これマジですごい。褒めてくれる？これは。マジですごいと思う。俺も競馬やってて、うん、競馬人生長いけど2回連続で、うん、こんな当たるダブル的中、ダブル的中ね、2回連続で、しかも1点買いね、しかも10万だからね、うん、10万円ですよ、だってやばいでしょ、ないわすごいよ、いやないわって言っちゃうけど、すごい、うん、笑っちゃうでしょ、もう 笑うしかない、笑うしかない、かやくさん当たったの、かやくさんどうなったの、わかんない、外れた、かやくさんいくら買ったの、かやくさん、どう3万ぐらいでしょ、かやくさん、でもなんかパチオジと喧嘩したのらしいね、10万負け、そうやよ、かやくさん10万負け。下手くそかよ。いや、まあね、誠治さんに乗ってるもんね。10万負けたの？ 1 点買い？副賞？わかんない。かやくさん10万負けだ。副賞なの？また。うん。いや、すごいね。ん？何が？死亡した？何が競馬？あ、やめますって言ってるの。4着ばかり出た。下手くそだよ。誠治さんはまあすごいね、うん。まあ今勢いがある。勢いあるでしょ。勢いあるよ。うん、まあ競馬でも配信でもやっぱ勢いが違う。違うでしょ。麻雀でも勢い違うから。違うでしょ。麻雀でも勢い違う。マジで。何やってもね。そう。何やってもそう。麻雀でも引いてくるしね、うん。ついてます。そう。ついてるというかもうすごいよ。うん、任してください。配信でやるんだったらこれぐらいかけなきゃダメだよ。ビビってちゃダメだよ。ビビるよ。ビビりますよ。2500人見てて。ビビりますよ。5万とか。いや5万でいいんだよ。かけるのやめるとか。いや5万とかもうやめる。俺絶対それカムカム乗りたくなかった。でしょ。そう。だけどなんか配信で盛り上がるのはいいかな。当たったからワイドで当たったから、うん、
ちょっと、まあ、外れてもいいや。まあ、昨日、なんか70万とか買ったからいいやと思ったけど、本当当たったからね。すごいよ。ボートでも200万取ったしね。そう、200万ね。すごいよね。うん、あと4分で終わります。ちょ、美濃は行きます。美濃行こう。せいじさんの放送で見ます。あ、いいですか？いいよ。あれ、自撮り棒忘れちゃって、ある自撮り棒。あるよ。これ壊れちゃった、今。割れちゃったよ、ここ。割れちゃった、ここ。ここはアタッチメント。あ、本当だ。使わなくなっちゃう、これ。アタッチメント。あの、あれはアタッチメントない、ここ。ここだけ。ないよ。ない。だから、あの、あれ貸して。あれがある。俺、奈々ちゃんって忘れちゃった、あれ。奈々ちゃんって。2つあげたじゃん。2つあげて。2つあげたじゃん、せいじさんに。多分、バッグに入ってると思う。本当。ミノワ行きますか。ミノワ行こう。うん、気持ちいいね。勝って終わるって。いや、そうですね。これで地方行ってたらやばかった。負けて。いや、これで地方とか、うん、多分これはズルズルになって、やばいよ。俺も30万負けとかになってた。怖いでしょ。だ地方と、気持ちよく終わった。何が、地方と、競輪とオートレースできますよってなるから、あと、協定もできるから、この後ね。そうでしょ。多分これ負けたらね。ズル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 行っちゃうから、ここで、もう2人お互い勝てたから、スパッとやめて、ここで、まあちょっと飯食いに行ける、ね。祝賀会です。祝賀会ね、この後。うん、レインボー餃子いらない。レインボー餃子食べましょう。いらない、ね、うん、で。ちょっとあの、お母さんに、ね、うん、まずいとこをね、視点し、あの、こう、まずいんだよ。ダメだよ、それは。いや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 、それはまずい。せいさん別にいいじゃん。うちも、俺が困るだけで、俺は地元だから。ダメ、俺行きたく、行ってない。せいさん地元じゃない。それはまずいって。レインボー餃子の子がまずい。ダメだって、それは言っちゃダメだって。お母さんとかにちゃんと指摘してね。うん、そう。レインボー餃子10個ぐらい頼んでんね、うん、今日買った。いい、いらないよ。レインボー餃子10個ぐらい。いや、こういう時は褒め合ってもよくない、ずっと。なんかもう一回レース見たいもんな、さっきのレースとか。気持ちいいね。いや、電話っていうか、祝電あっても、うん、あそこは大丈夫。大丈夫。お母さんとかも全部あのちゃんと。ツイキャスでいい？ツイキャス。警察来そうだから。警察がね。うん、ツイキャスでやるじゃん。ツイキャスでいい。でもさ、残れんの2位に。俺はもうさ、3位だから。だって明日でしょ、最終。明後日。明後日。明日、明日はまだ。全然。まだ今、好位につけてるからね。でも3位に入らないと、4位だと、うん、麻雀牌になれないんですよ。まあ、じゃあ最後の直線上がり最速だから大丈夫。それは、カムカムでしょ。うん、で。いや、確かに、まあ、誠治さんもいいね。そうかも。俺は、上がり最速だから。わかんないよ、これもう。最後上がり最速でしょ。いやー、最終最後の抜くよね、うん。もう一回見たいね。ん？ナーボー政治が持ってるわって言ってる？マジで。まあ、ちょっと俺終わりますね。もう10万で、もう最後。勝ちに行かなきゃダメ。遊ぼうじゃん。もう本当にこれ7万プラスはでかい。だって。遊ぼうじゃダメ。勝ちに行かなきゃダメ。ね。かなりでかい。80万プラスで今週終われたから、かなりでかい。今後に、あれで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、チューしたけどね。うん。何回も。あそこじゃねえよ。せいじさんのツイキャスでやりましょう。いや、本当ありがとうございました。いいよ。もう本当にもう、うん。お疲れ様です。いや、マジ7万はちょっとでかいわ。でかいね。そう、15万負けが7万勝ちになったから、マジで本当にもう。嬉しい。嬉しいっすよ。いいよ。本当にもう。昨日の勝ちもあるから、それでかいんですよね。うん、今日の勝ちは。うん、いや燃えたレースだと本当カムカムと、うん、ワイド50ね。うん。マジですごい、うん。お疲れ様でした。あ、誠司さんフォローします。あ、ありがとうね、うん。ありがとうございます。いや、誠司さん来なかったらカムカムかけなかったから、絶対、うん。ありがとうございます。お疲れ様でした。誠司さんの方でやるのって。